Brand new street and brand new me. Side by side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know, couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that would make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. はい、ティアオチャンネルのママです。はい、ママティアです。撮影終わりましたね。終わりましたね。今日はなんと静岡県まで来ています。ツイッターで知り合った、ジムパパさんからちょっと声かけていただいて、キャンプ交流会に来ています。来ましたね、静岡。来ました。遠かった遠かった。あー、遠かったよ。しかも富士山がちょっと顔を出してくれてないっていうね。でも天気晴れてよかったな。うん、ずっと雨降っとったのにな。そうやね。ほんで富士山どこかなってずっと探してる。まだ顔出してくれてないけど。富士山あそこにあるよ。ある？ほら白いのあるやん。あれはドームや。今日あれですね。キャンプ交流会。そう、キャンプ交流会。モサたちが集まった。ソロキャンの人とか結構いっぱい。40組かな。フルグループで。おお、すごいな。うん、まあ、ソロキャンも一組として総勢40組の方たちが、40組のモサがグランレガロ朝霧に集結しています。今日はじゃんけん大会で勝った。なんかいろんなイベントがあんねんな。そう、今日いろんな焼きそばとかじゃんけん大会とかで、なんかそれぞれなんかいろいろ持ち寄って、ビンゴ得意自作のギアやったり、うんうん、販売してるということなんで、フリーマーケット風に売ってはります。ちょっとね、今からそれをちょっと見に行きたいなと。そう、サイト紹介も兼ねてね。チラッと見たけどすごかったね、ほんまに。すごかった。いや、もうみんな本気やもんね。よし、じゃあ、あの
一個買いたいものもあるし、ね、行きましょう。じゃあ早速行きましょう。はい、はい、ちょっといかついサイト見つけちゃったんでいいですか、お邪魔して。あ、どうぞ。キーキャンさんのサイトがもうかっこよすぎて一緒にちょっと見てもらっていいでしょうか。よろしくお願いします。いや、このテーブルってそうですよね、売り物でしょ。売り物、僕の自作です。すごいですよね。なんか三脚につけれるテーブルです。そうそう、あ、三脚のサイドテーブル。サイドテーブルです。まあ僕らはお酒飲みなので椅子座りながら、あ、簡単にポンと置けるような椅子の横に置いといてもらえればなっていう。ああ、これはあの、うん、持ち運びも楽ちんやし。そう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 、ね、いいですよね。そう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 、あ、すごい、めっちゃ、これもめっちゃかっこいいんですけど。それはもう完璧に三脚用の天板です。めっちゃかっこよくないですか。これも手作り。これも手作り。うわ、いや職人ですやん。いやいや職人でしょ、もうこれ。アパートの一室で作ってます。ほんまにガレージブランドですね。いや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 、そんなことないですよ。すごい。いや、でもあのランタンとかも。ランタンはね、本当個人的に好きなの。いや、まあ一応ほぼヴィンテージ。ほぼ。そうですよね。ほぼヴィンテージ。ヴィンテージのランタン。でもそんなヴィンテージを好きな人に比べたらまだまだ甘い。そうなんですか。うん、まだ手に届く範囲なんで。私ちょっとランタンに落とすぎて。まあまあ、でもまあまあそこそこ、まあ普通の新品買うよりはちょっと高いぐらい。ちょっと高いぐらい。そうなんですね。そんな何十万もするもんじゃないんで。こんなベースも初めて見ましたよ。いや、これはね、あの実は僕の塗装なんです。あ、塗装されたんですか。そうそう。すごい。これもですか。それも作って、これ売り物。売り物ですか。あ、要はこれ、これです、これ。一応このバースっていう名前が僕の野望。あ、そうなんですか。バース、バースズ、バースズ、誕生か出現っていう意味。へー、かっこいい。普通のもうこれ中華製ですよ。でも一応あのみんな持ってるミニマル、うん、はいはいはい、ミニマルワークスのやつにも対応してるっていう。わー、すごい。これいいよな。ベアボンズとかすごいポンってこう、こんな感じ で、僕らはまあこれもさっきも言って酒飲みなんで、立ちながらこう喋っててこうやってボンってとりあえず酒が置けるとか、酒が置けるとか、なんかのテーブルがあった方がいいんですよ。全然全然どうぞ、好きなようにどうぞ。めっちゃ大したもんないけど、すごいんやけど。いや、見たことないやつがもう。え、でもこのこういうプリントは僕が結構してるその、はい、グラインドロッジっていうあのガレージブランドじゃないかな、どう言ったらいいかな、スケーターズ集団がやってる生釣り会って言って、ちょっと卑猥な言い方なんですけど、フリップスクリーンで撮ってくれるんですけど、これは多分ね、はい、あのガレージブランド好きな人だったら超有名ブランド。あ、そうなんですか。わ、やばい。で、生釣り会っていう。へー、だからこういう、こういうとこを吸ってもらうっていう。これもそうっすね、この前行ってみた。え、これ吸ってもらったの。そうなんですか。だから、あ、自分の何かに吸ってもらう。そうそう、こういうギアに何か持ってるって平面的なとこ。あー、だったらまあ簡単にこういうこと、椅子のこういう後ろとか、この前、ついこの前これ吸ってもらってクオリティーで。なるほどですか。そうそうそう、結構こういうのがあって、で最近ギアよりアパレルっていう人が増えてきて、はい、こういう服とかが増えてきましたね。なるほど。うん、わ、すごい。これはもうオリジナリティあふれるサイトですよね。そうなんかな。でも多分結構ね、生釣り会は知ってる方多いですよ今は。本当ですか、うん、恥ずかしいです。今抽選で当たらないとこういうことができない。そうですか。うん、へえ、じゃあ結構倍率高いですよ。へえ、でもめっちゃ多くないですか、やってもらってるの。そうですね、時間内にどんだけ滑るか、15分でどんだけ滑るかとかなんで、お願いして。あ、時間で
そうですね、僕ももう、1年ちょいぐらいずっと行ってるんで、まあ全然何もできない時もありますけど、結構いろんなとこやってもらってますね。すごい。このデバイスワークスは私知ってるんですけど。はいはい、デバイスのブランケット、はい、あ、出た当初に買ったやつ。わかんない。うちの子たち。いや、え、これもですよね。これトラッシュって言って、はい、こういうあのクッションカバーが売ってるんですよ。はい、で売ってるっていうか、このそのイベントに行けば。で、それでこっちはこのこれ買った時はこっちだけは最初吸ってて、あ、こっちは何もやってなかったんで、はい、こういう半って言ったらいいですか、はい、こういう柄があるんで選んで。なるほど。で、これはこれの、この黒いところはこれだけなんです。おー。で、これにこれを合わせて、みたいな。なるほど。すごい。まあ、僕、あれなんですよ。その、寝袋。あ、もう一個寝袋入れて。なるほど。まあ、寒い時用の補助的な感じです。はい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 。すごい。いや、でも、これはもう、世界に1個持ってる。そうそうそう。まあ実際、まあ、あの見えないところまで吸ってるんで、ここまで。いやもう大好きですやん。僕はあの、その今着てもらって着てるこのジャケットもそうなんですけど、あのムーとかこういうのが好きなんですよ、昔から。あ、そうなんですか。あのムーって言って雑誌で、こういうなんか UFO とかそういう、ああいうやつが昔からある、こういうのが好きで。なんかデバイスワークスもやっぱりそういうデザインが多い。あ、そうですよね。こういうの目ん玉がついてるのが多いです。なるほど。いやすごいな。でも、いや、このテントはどこのテントですか。これどこだったっけ、スポルディングス。スポルディングスって言って結構古い、なんかこれ20年前ぐらいのテントです。そうなんですか。そうそうそう、もうヴィンテージじゃない。ヴィンテージ系のテントです、これ。結構ね、買い勝手がいいんですよね。結構しっかりしてますよね、ほんで。もう、まあね、横でいいよ。鉄骨テント。おー、なんか結構ね、これ結構気に入ってます。いいですよね、これ。サイト的には結構、こじんまりした。でも、もう強烈ですよ。ギアが。いやいや、これもそうですよね。てかもうこれ全部がもう僕の自作なんで。わあ、すごい。自作テーブル。すごいですね。え、これは趣味で。趣味。いや、もうほん、え、職人でしょ。趣味超えてますよね。まあ、これは土さんに渡したやつだけど。基本的にこれなんです。ああ、そうなんですね。これを生釣りって言って、これ釣ってもらって、あれを作る前に。あ、へぇー。で、釣ってもらって、から作るっていう。へぇー。すごい。こだわりがもう、超えてるんですよ、私の想像を。だから今見てもらったら、全部天板、僕の全部オリジナルなんですよ。木の天板は僕が全部やってますね。すごいですね。まあ、趣味ですよ、本当。いや、趣味の域じゃないでしょ、これ。これはもうプロですよ。いやもうクロートですよ。びっくりしました。初めて私こんなサイトを見させてもらった。いやありがとうございます。勉強になります。こういうのすごい好きなんで。アパートの一室です。いやもう好きを超えている、愛している範囲ですよね。そうですね、こういうのが作りたくてやってます。すごい。いや、面白かったです。ありがとうございます。また見させてもらいます。チラチラ見させてもらいます。何でも聞いてください。何でもっていうわけじゃないけど。お邪魔しました。ありがとうございました。キーキャンさんでした。お邪魔しました。ぜひちょっと食べてください。桃太郎と申します。桃太郎さんが作ったくん玉いただきました。めっちゃおいしい。
うん、めっちゃ美味しい。あ、トンボ、はい。どこにあった？フェリア、私も行ったんですけどね。もう裏ルートずるいですってこれセリアの鬼山くん。そう、あのあれ盗賊マウンテン。え、もうみんなのアクアで来ない。あ、私初めて見たキモワイプこれ。キッチンペーパー側に使ってもらうと、はい、持って歩こう、手間が持たなくて、僕はいつもこれで展開して出ておいて。あ、え、もういいっすよ、もういいっすよ。いや、卵こぼしてしまった。全然全然全然あの、後で数茶食べるもんねこん玉をこぼしてしまった申し訳ない。こうしてくれ、大丈夫そう、あの、盗賊マウンテンいただいたツッチーさんです、はい、初めて会えた、嬉しいです。これ持ってる、フルファイヤー。これ持ってる、これあの、テントスさんで売ってたみて、すごいなと思ったんが、2つもありますめっちゃかっこいい。かっこいいすごいっすね。すごい。今日のメインディッシュ伊勢海老です。刻印してるとことか。ランタンハンガー、テーブル用のランタンハンガーです。ノコギリ、ノコギリじゃない、ナタです危ないです。じゃあこれ一つください。はい、ありがとうございます。はい、フックを、はい、あのつけたままでもいいですけど、こうやってあの、あー、わ、すごい、まっすぐなった。めっちゃコンパクトです。楽しそう。50円。え、ガチャガチャ。1000円以上お買い上げの商品引いてもらってるんで。すごい。じゃあ、引いてもらいます。はい。ハルタ君、ちょっとガチャガチャして。はい。じゃあ、こいつを入れてください。お、すごい。お、差し込んだ。お、回してください。はい、回して。はい、そうそう。お、出てきた。来た。はい、おお、はい。じゃあ回して開けてください。回して。あ、あ、スマホスタンド。お、スマホスタンド。え、お、え、そんなの、そんないいやつもらえるんですか。今かかってるのがスマホスタンドです。これか。あ、かわいい。ちょっとこう殴り濃い感じにして、おお、か、すごくない？どっちがいい？どっちがいい？あ、こっち。これあの使い方簡単で、このくぼみのケースを差し込んで、これ。あ、なるほど。めっちゃいい。ソロキャンプとかそういうの。なるほど。はい。わあ、すごい。ありがとうございます。はーい。やったー。わあ、ありがとうございます。早速これ使わせていただきます。ありがとうございます。熊半ちゃんはこれ全部手作りで。あ、そうです、これ手作りで全部。すごいですよね、これもカッティングボードですよね。そうです、さっきも一個それもいただきました。なんか刻印も前もって言ってたらやってくれるみたい。なんかジムパパさんも
あ、ジムさんもう回収してきました。これで、なんかここ、あのキャンステのデザインにしてくれるんだよ。で、さっきあのカッティングモードもやった人はキャンステもらったんで、そのままそいつをそこにコピーして。そんなんできるんですか。はい、すごい、らしいです。またぜひ。あ、このテーブルもあれ有名なやつちゃん。ブラックデザインのプレートだけ使ってます。あ、テーブルが全然手に入らないんで、代用でネイチャーハイプ。そうなんですか。全然晴れテーブル、全然晴れテーブル、そうそうそう、晴れテーブル。手に入らない。なんか代用できるかなって探したら、ちょうどネイチャーハイプのテーブル、ドンピシャでハマった。いや、これはこれで可愛いですね、ネイチャーハイプ。これも。すごい。こちらの。最近あのベントラックスさん、あ、これも一瞬で売り切れたでしょ。実はこれ あれなんですよ。僕があのベントラックスさんがアイディア出して、はい、去年の作ってもらって。そうなんですか。僕のツイートから、あ、いいですねっつって、はい、であの熱とかを受けるテーブルとか作ってほしいですって言ったら、今年の形になりました。すごいですね。すごいじゃないですか。仲良くさせてもらったんですよ。いやすごい。そんな、これは自分で作りました。え、コーヒーケース。いや、かわいい、かわいい。自分で作ったんですか。はい、あのジェリカン買ってカットして、中塗装して、でこの枠を作って。かわいい。もうアイデアが爆発してるけど。英語で聞いてきてる。このテーブルもめっちゃ可愛いねんけど。今年は虎年なんだよ、虎のテーブル。なるほど。チベタンタイ。可愛い。何人組？クマさん、クマ班長やから。可愛い。いや、ありがとうございました。クマ班長。大事に使わせていただきます。もう早速つけに行きましょう。もう半袖になってるじゃないですか。脱げって言われたね。すごいな。愉快な人たちが。じゃあ早速つけさせていただきます。ボンベロの机に。どうだ。どう、できました。はい、ここにちょっとゴールデンをかけてみよう。じゃーん、かわいい。ママ、なにこれ。かわいい、かわいい。こんなの、いや、ナイス、ナイス。ここにあれちゃうな、もう一個のレッドレンザ2つ。めちゃまぶしい。いや、いいな。あ、これあげる。お、ちょっと角度つけたりとか。おお、ほんまや、すげえな。いいやろ。いいですね。いい買い物やったんちゃいます、これ。しかもこれも当たったしな。これここにかけとこう。ハルタが当てたんやから。いいね。ナイス、ハルタ。ナイス。あ、それ美味しいやつやろ。冷めてるから。あったかい。おい。いや、みかんうまっ。うまいよな。うん。いや、もう。いや、こんな時間にビール飲むとは思わなかったね。みんなもっと早くから飲んでた。めっちゃ飲んだったら、ほんまに。飲むんばり早いと思って。まあ、もう一個あげる。もう飲んでるってなったもん。みかんうまいよな。ありがとう。酔っ払わんといけない。じゃあ次あれやな。キャンファイヤーやったっけ。あ、キャンファイヤーすんだよ。どうで、焼きそば。キャンファイヤーで焼きそばやろう。やばいな、頑張ってろ。じゃんけん大会いつの。わかった。その時に多分一緒にやるんじゃない。頑張ってな。じゃんけん。どうやって焼きそばするん。材料あるじゃん。紅茶。うん。どうやってからしいって。鉄板は。うん。しんちゃん。うん。
大人の皆さん、大会の言葉を述べてくれるらしいのが、あ、すごい、すごい。これからキャンプを始めます。いや、楽しいですね。早速楽しいことが。じゃあ6時なまでちょっとですけど、ゆっくりしよう。夕日だ。マジか、カキ。綺麗な。カキ。あ、はい、わかりました。確かに1時間ぐらい destination. If you're looking to begin, then look no further than me. I'm satisfied with what I've got. I'm still eager for more. The change that you've been looking for will come knock on your door. On and on. On.
to open up my heart and see a new way, a new place for me. どうでしたか、キャンプ交流会。いや、楽しかった。参加してみて楽しかった。もうあの、なんていうの、いろんなあのサイト見れてめっちゃ楽しかった。そう、いろんなキャンパーさんおって、ほんまにキャンプってもう十人十色だなって。普通に個人でキャンプ行ったらさ、そうなかなか人のサイトって見ることないやん、見とってもな、えって言われて何ですかって言われて、なかなかそれジロジロ見られへん。そう、じーっと見たりこうズカズカ入っていったりとか無理やもん。だからこうやってキャンプ交流会で、こういろんな人のサイト見て、まあそうっすよね、十人十色ですよね。まあ、今回ねイベントということで、キャンプ動画というよりかはイベント交流会の動画、いつもとはちょっと違う、違うよな、全然。でも楽しさは分かってもらえるかな、こういう交流会もあるんだよってことが、みんな分かってもらえるかな。面白かったですね、参加して。面白かった、いろんな人とお話できて、ほんまに初めて、そもそもね、あのパパティアは人見知りがめちゃくちゃ激しいからいや私ももう人見知り激しい方やってんで、こう細々っと。でもなんかほんまキャンプやってる人と、優しい人めっちゃ多いよな。そうやね、みんなめっちゃ喋り返してくれんねん、こんなこんなパパティアもそうやこんにちはーってちょっとなんか自分があの人見知りってこと忘れるような。そうそうそう、よかった。まあこういう交流会やったらどんどん参加したいなって思ったな。いろんな人がおるんですよね。そうや、なんかすごい、人生って面白いなって。そこまで思った、思わなかった人生って面白い、ほんまにそう思ってくれてよかったです。見てるだけやったら分からへんやな、人がどんな人生やるの。ああ、まあそうやわな。でちょっと話聞くことで、ってなる。なる、そういう、そうなんやって、そういうのもあるんやってそうそう、キャンプを通していろいろ勉強になるね、キャンプってすごいね。キャンプは流行る理由が分かった気がした、まあこういうグルキャンまた誘っていただけたらどんどん参加していきたいと思いますね。あのちゃんと撤収して、そう、帰りめっちゃ時間長いからな、帰りましょう、帰りましょう、撤収してね。じゃあ今回の動画は、動画はこれで終わりたいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ここはやっぱり最後はまた場合選挙で終わる感じのやつ、もうやめとき、やめとこかじゃあまた会う日まで。言ってる自分も恥ずかしいな、